で、そういう意味での今までのその大きいものはただ効率だけで、小さいものでだけ手作りの良さができるって、そういう時代が変わろうとしていて、手作りの良さみたいなものが大きいもので実現する。で、そういうものがこの今の時代の、まあ、建築家の最大のテーマだろう。僕もね、いろんな茶室を今までデザインしてきたけれども、こんなね、その本当にワイルドな、ね、自然と自分が一つになれる気分の茶室は初めてなので、僕自身ね、ここに座ってると、なんかこう今までの、その日本とか今までの世界とかいう、そういう概念を超える、なんかね、新しい空間にいるような気がしますね。まあ、この茶室のね、面白さっていうのは、すごくこの空間としては、日本文化のエッセンスを集めたみたいなものなんだけど、まあ、海外ではね、一番難しいのは、やっぱり日本の持ってる正確さとかね、その素材に対する繊細さみたいなものをね、その海外に持ってくるのはとても難しいんだけど、今回はそのバンクーバーにいるその日本の大工さんで、彼と、まあ、その密接にミーティングをしながらね、本当にそのディテールの最後の1ミリに至るまでね、こう僕らの気持ちをこのディテールに込めることができたので。出来上がったものはね、やっぱり日本の最上級の茶室に負けないグレードのものができましたね。最初にバンクーバー来たの20年ぐらい前なんだけど、こんなワイルドな自然がすぐ近くに本当に数十分で行ける都市なんていうのはありえないなと思ってびっくりしたんだけど、ああ、この街本当にすごい街になっちゃったなっていうふうにびっくりしましたね。茶室っていうのは、そもそもは、非常に閉じた空間だったんだけど、この茶室っていうのは、今までそういう閉じた茶室っていうのを破って、逆にどこまで開くかっていうことをやってみたんですね。というのは、バンクーバーっていうのは、このすごくワイルドな自然っていうのが一番魅力だから、そういうものと茶室をつなぎ合わせたら、どういう新しいことが起こるかっていうことに、ここで僕らは挑戦したわけで、まあ、その時に僕らが使ったボキャブラリーは、この軒とか縁側っていう、その外と中とをつなぐボキャブラリーを最大限に使って、バンクーバーだからこそできる中と外との、こう融合みたいなことをここでチャレンジしたわけです。他の中にいたらば、なんか殺風景なコンクリートの中で生活するっていうね、時代はもう終わって、で、今これからの時代っていうのは、都市の中にどうやってその自然っていうものをこう持ってくるか、その時に僕らは実は気になるのは素材かディテール、それから光だと思ってるんですね。そういうものをうまく使ってやると、都市の中にいても自然を感じることがいて、自然を本当に身近に自分のものとして感じることができるようになる。で、そういうものはね、実は日本の茶室っていうのは、そういうもののための秘密がたくさん隠されてるんで、僕らは日本の茶室からいろんなことを学びながら、それを都市の中の大型建築の中に応用していきたいと思ってるんですよね。この茶室を見るとね、僕らがアルベンタワーでやろうとしていることを実際に体で感じてもらうことができると思いますね。この同じことがアルバイのタワーではもっと大きな規模でね、もっとダイナミックに実現するっていうんで、まあ、ちょっと僕もワクワクするとこありますね。